下川です。今日はですね、11月23日台北のですね、年末年始、どうだろうかということを見てみようと思います。どこが安い組み合わせで出てくるかというところを見るために、今までも年末年始のバンコクでもやったんですが、片道で見てみようと思いまして、ピーチがですね、成田台北飛んでるので、これでまず安い日程の組み合わせを見てみようと思います。それで出発地を成田にして、キャペト園ですね。で、これね、適当な日入れます。12月のこれね、月で出てくるんでね、ピーチは。これで検索してみます。どうやったっけな、これで。ログインせずに予約すると。これでね、ここのカレンダーからの最安値を、出てきました。あ、全部年末出ますね。というのはね、バンコクで、こういうことをやったときですね、もうチケット売り切れてたんですね、年末年始ね、かなりね、もう料金出てなかった、まだしてなかったかもしれないけど、それから比べると、台北は料金出てきます。ということは、まだそれほど、混み合ってない、今日は11月23日、まず1ヶ月後、まだまだ台北大丈夫という。予感はするんですけど、高いね。やっぱり26、27、28あたりに行きたい人多いだろうけどもな、片道7万6000円いっちゃうもんね。これはちょっと、年末年始といえども、ちょっと考えちゃうだろうなと思います。で、年内に出たいと、新年を台北でというと、もうここでしょうね、この、31日の2万9000円しかないでしょうね。はい。で、それ、行きは一つの31日が2万9000円。それで、1月入ってから行こうということも考えられるので、1月入ると、かなり安くなってきます。それで1月2日が2万4000円で、1月3日になると1万8000円台にもなりますね。ここらでしょうね。正月休みですから、5日までというような会社が、方が多いと思うので、ここから出てくるのはですね、行きはですね、12月31日、これは年越しをしたいという人。で、安さで選んでいくとすれば、1月3日かな、3日だと思います。はい。帰りを見てみます。これ帰りどうやって見るんですかな。後に戻っちゃうのかな。はい、これで、出発地を台北にします。台北桃園にして、ここを成田にしますね。で、帰りですから、1月にはなるんで、どっか見てみましょう。1月1日あたりをとりあえず入れて月単位で見てみます。月単位というかね、これで検索して、台湾、ピーチ乗るわけじゃないんで、値段が安いのだけを見るので台湾圏でもいいんですけども、これを見ていくとですね、帰りはですね、1月1日5万5000円台でぐぐぐと高くなりますね。本当に日本人の行動を読まれてるという感じで、日曜日が9900元でしょ。となるとね、やっぱ6日ね。6日に帰ってくる。多分ね、朝便があったと思うんで、こっからね、割り出されてくるのはですね、12月31日に出発して、これは年末年始を台湾でにいたいという方ね。で、1月2日に帰ってくるあたりね。それから、1月6日が安いので、
31日に出て1月6日に帰ってくる。それからもう、これ最安値になると思うんですけども、1月3日に出て6日に帰ってくる。ここのパターンでしょうね。ピーチから割り出されるのはね。はい。ここのまず、まあ、日程決めてですね、それでスキャナーで見てみます。東京台北ね、それで、1月31日出発、往復でもう見てきますんで、1月31日出発のパターンとして1月2日戻りと、ごめんなさい、これ12月だ、12月31日出発で1月2日戻りというパターンね。これで、どういうのが出てくるかな？はい。6万円か。6万90円。もう中国とか出てこないですね。みんなピーチで出てくるね。まあ、ピーチで日程調べたのはある意味でうまくいったのかな、ピーチ。まあ、これもうずっとお休みになってるので、時間はあんまり気にしないでいいパターンですよね。12月31日から1月2日っていうのは。だから、最安値取ってっていいんじゃないですか。はい。これ羽田ですしね、帰ってくるのがね。0時55分着でね。HIS か。出てきましたね。要するに、抑えてますね。6万90円。まあ、サプライズっていうのは HIS の会社ですので、この2つどっちか、まあ、トリップドットコムとか出てくるけど8枚いっちゃうんで、もうこれはもうこれで決まりでしょう。31日の朝5時54分、3時チェックインだからもう夜中に行くしかないですね、羽田ね。それで、帰りが20時55分と、あまりいい時間じゃないけれども、まあ安いからしょうがないかというので、まあ HIS で6万90円。これがまあ年末年始、まああのね、あそこの109の花火とか見たいなというような人とか、まあ中国式のね、まあ台湾式の正月味わいたいなみたいな人は、これで決まりじゃないですかね。ちょっと高いけどね。まあ年末年始、6万90円。HS もいい値段出してきてますよね。微妙な値段ですけれども、まあ一つ、これは一つ抑えでしょう。もう一つのパターン、あと2つあるんですけれども、日付を31日に行ってですね、1月6日に戻る。長いですけどね、まあ、たっぷり台湾という感じですよね。こうなるとどうなってくるかというとこですね。5万8000円、5万円安くなるね。東京区。31日に出発なんだけど、ここで5万8000円出てくるのが夜中元旦の1時25分着いちゃうんでね、この便ちょっと使いたくないですよね。なんか年末年始の大晦日を楽しむっていう風な航空券じゃないですよね。みんなこれか、安いのは。ジェットスターの大きい、これも15時55分だけど1時30分。みんなこれですね、6万円台。さっきが6万90円だからね。よくないね。1月31日、1月6日のパターンを選ぶと、出発がうまく取れないね。狙ってるのはですね、31日中に、まあ、できれば夕方着いて、帰りをですね、26日の朝、早朝便があったと思うんですけど、スクートじゃなくてね、ピーチの早朝便がどんどん高くなっちゃうな。これジェットスターの2時20分ってのあるでしょ。これです、6時25分。6日、6日ってまあ、仕事が始まっちゃうんだけど、6時25分なら頑張れるだろうというようなね、とこなんだけど、これ7万いっちゃうんだね。それで、まあ、これで、まあ、よしとするかというところあるんだけど、なんかもうちょっとうまくできないかな。片道かな、こういうケースはな。
と思いますね。片道で安いの安いの組み合わせていった方が、なんか選択肢は多いような気がします。じゃあ、31日の、年が変わらないまでに、台北に着く航空券を見てみましょう。片道にしてですね、12月31日、はい。3万、片道で3万円か、ちょっと高いかな。やっぱり安いのは年越しますね。タイガーが23時50分ギリギリで着くけど、9時間の上海乗り換えもジェットスター。あ、これもダメだね。全日空と組み合わせがあるんだけど、みんな1時台。6時20分の14時50分、3万9000円。これかなぁ。これが安いかなぁ。どこが出してるかなぁ。あー、キウイコムか。ちょっと怖いね。全日空との組み合わせだからね。そうすると、3万円台はなかなかないね。やっぱりね、31日、なんか、あ、これか。これですね。ピーチの、もっとまあ、どんどん高くなっていけば昼間の便出てくるんでしょうけれども、ピーチの16時35分、8時に台北着きます。まあ、これならば年末、大晦日の台北の花火も味わえるでしょう。はい。これ、6件出てきてるから、これはまあ、どっか出して、trip.com ね。はい。trip.com で 41,990 円。ちょっと高いけど、まあ、31日。これで、帰りを見てみますね。これを台北、東京にして、これを1月6日に帰る。これでいいのかな。あ、ここで選ばなきゃいけないのか。片道に選んで、これを1月6日に帰ると。30ね。31日に行って、まあ、たっぷり台湾という感じですけども、狙いはね、2時何分とかいうその夜中の便なんですよ。これね。ジェットスターで出てきますね。ピーチより安あのいい、夜中の2時20分、成田に6時25分。7件あるんで、どっか出てくるでしょう。これだと、あの6日なんだけど、まあ、あの6時25分通勤で、まあ、きつい仕事始めになるかもしれないけど、まあ、ギリギリセーフというとこでしょうね。はい。これはどこが出してるかというのを見ますね。お、ジェットスターが出てきたね。ジェットスターはですね、荷物をどのクラスを選んでるかがちょっとわかんないんで、一応28,084円で、これちょっと見てみます。ジェットスター入ってみます。私はロボットではありません。できないね。これどういうことだろう。前もね、ジェットスターこういうことあったんですよ。なんでかな。このパソコンの問題かな。ちょっともう一回やってみますか。前もジェットスタートラブルあったんですよね。あ、出てきました。どういうことだろうな。1月6日。台湾元で出てるのか、これ円に戻るのかな。これか。ここだな。日本円に戻しましょう。はい。最安値、ね、2時25分。これが一番安いのね。2時20分ってやつね。あ、やっぱり一番安い。スターター、これ選んだ方がいいですね。これ選択します。これで選択すると29,916円。ん？あ、そうかそうか。あれが入るのね。所税が入って、まあ、最終的にこれになると。
そうするとね、足してみると、うん、結構いっちゃうな、これな。71,906円。これが年末年始も行って、まあ、仕事が始まるギリギリで帰ってくるパターン。7万いっちゃいますね。まあ、たっぷり台湾をいたいという方はこれにするというところでしょうかね。はい。ちょっと高いな、ちょっとな。まあ、HS が6万90円で、まあ、非常に日本人向きの航空券出してきてるので、まあ、こっちと悩むとこでしょうね。はい。で、もう一つのパターン。要するにもう1月入ってから、年末、要するに大晦日、台北はちょっとやめようということでね。もう最安値を、今年のお正月の最安値を出して、になると思うんですけども、1月3日出発、1月6日戻りというのを見てみます。あ、片道で見てるからいけないのね。これを東京、台北にして往復、あ、インド往復で、これが1月の3日で、帰りをですね、6日に持ってきます。この朝便を狙うというやつですね。はい、これで4万6000円。まあまあ、ちょっと時間があれなんで。ね、でも、こう、スクートはね、朝、微妙に早いんだけど、微妙に嫌な時間なんですよ、スクートってね。だって、朝6時40分台北出るのに10時45分でしょう。なんか、まあ、シンガポールに合わせてるみたいなところもあるんだけど、朝帰るやつ。あ、これだ。ジェットスターですね。1月3日の22時15分。これまあ夜中、まあもうこうお休みですから、まあいいでしょう。で、帰りは1月6日の2時20分。これは朝6時25分に着くので、ここが多分こううまくや今年の年末年始の組み合わせの中では一番安い仕事を考えた上での一番安いパターンになるんじゃないかなと思います。4万8000円まで下がりましたね。7件あるんでどっか出してるでしょ。あ、Z スターが出してきてるか。4万8000、これ安くなるかな。ロボットではあります。ん？バスのタイルをすべて。タイルってこのことかな？こういうことかな？バスが映っているタイルをみんな選びなさいという。これでいいのかな？あら。信号機のタイルを全部選んで。これでいいかな？あら、またどんどん橋の画像をすべて、これ、これ、これも橋、この3つかな。ああ、やっと行ったかな。ああ、やっと。ちょっと、うとしいね。まあいいけど。はいはいはい。これで、1月6日の2時、あれ？袋。あ、そうか、そうか。そう、ごめんなさい。袋ね、頭いっちゃってて。行きが一番安いのを選んでるんで、22時、これですよね。17,000 円、これ安いので、これで選んで、スターターという17,000円、これにします。これを選択します。それで、これが、これで帰りで、一番上ですね。22時、これ6日の2時、6日の2時22、20分に出て、6時25分に着くと、これですね。これも一番、まあ荷物ね。
スターターというのはもう預け荷物なしですから、まあ台湾のね、あれだからできるでしょう。ということで、これを選ぶと、トータルで 46,500円まで下がりましたね。3,000円ぐらい下がりましたね。3,000円弱か。46,500円。これがまあ、働いてる人、要するに仕事がある、ある程度、要するに年末年始だけど、その正月6日からの仕事に間に合うパターンの最安値ですね。はい。ここらが年末年始の、選ぶ3つじゃないですかね。心当たりから選ぶというのが、今年の年末年始の台湾の、まあ、非常にまあリーズナブルというかな、目的に合った航空券かなというような気がします。まあこれ、まあそれぞれの、まあ年末年始どうしてもという人もいるだろうし、お正月気分でね、あれだけど、まあ7万いっちゃうんで、31日から1月2日は HS の6万90円というの。まあバラエティには富んでますけど、でまあ最安値狙うんだったら1月3日に出て1月6日に帰ってくると。これが一番安いパターンということでしょうね。はい。あとでまとめてますんで、まあ自分はどのパターンが今年はいいかなみたいな、年末年始ね、のお正月休みは、ということをちょっと検討してみてください。これちょっと動かしていくとね、やっぱり、年末年始あんまりうまくいかないと思います。結構、まあ、航空券取れると言いながら、まあ、それはそれなりに混んでるわけで、そううまい航空券がさっさと出てくる、混んでない時期とは違うので、ここらから、選んでいくのが効率的かなというような気がします。で、まあ、ちょっとここで後半でね、ちょっと僕は年末年始って基本的に海外出ない人なんで、まあ、混むしね、ホテルも大変だし、よくやったのが、まあ、1月入ってからの最初の週末、そこを使った方が安くなって、まあ、スムースに航空券も取れるという時期なので、それをちょっと見てみようと思います。はい。じゃあ、そういうことで切り替えますので、ちょっと休憩します。はい。後半ですね。今日はですね、11月の23日ですね。で、東京台北なんですが、まあ年末年始、バンコクに比べればだいぶ状況いいんですけれども、まあやっぱり高いということと、まあいろいろ現地の値段とかも考えて、もうちょっとゆっくりということになるとですね、年末年始のね、こう休み使わないで1週間後の週末使うと結構うまくいくっていうのが今までの僕の経験からあるので、見てみます。で1月のですね、最初の週末というのは11、12、13、あ、これ連休になるんだね、今年はね。そこで見てみます。そうするとどうなるかというとこですね。だから出発をですね、1月の11日、それで1月のまあ、13まで今年は、来年は、休みなので13で見てみましょうか、とりあえずね。はい。ね、3万円台まで落ちるしね、嬉しい値段で、ただ、やっぱ中国、東方航空が出てくる、ジェットスターとかすぐ出てくるんで、まあ比較的、まあこれが普通のパターンかなというような気がしますね。まあ13日、まあここのとこでやってるので、13日まで1月は休みなので、14日の朝便っていうのを考えてもいいかなというふうに欲が出てきますよね。で、もっと言うと、10日の金曜日の夜たって14日の朝に帰るというパターンが組めるのではないかというような気がするんですよ。正月よりいいんじゃないかなというようなね、ちょっと今年のね、スケジュール次第なんだけど、行きを遅くします。まだ金曜日ですから、平日ですからね、
行を、ここ、まあ、19時ぐらいにしましょうか。それで、帰りをですね、朝の便にします。ここらまでで出てくるでしょう。このパターンですね。はい。出ましたね。これですね。1月のですね、どうかと、10日の夜、夕方、夜、まあ、両方ともピーチとジェットスター出てきました。22時台ですから、もう余裕で行けますよね。で、金、土、日、月と言ってですね、14日の朝便2時20分、これね、なんですよ。そうすると、土、日、月と3日間入れると。それでかつ4万円台まで下がってるというとこですね。これは僕はお正月行くよりこっちで行くべきだというような気がします。ホテルも取りやすいしね、いろいろな面が良くなっていくと思います。これをじゃあおすすめしますよ。まあお正月はまあどっかゆっくりしてもらってですね、さっきまあ、きつい条件でいろいろやっても、安いの取っても4万円台、4万6000円でしょ？それで、ね、その3月3日から6日ということになってくると、まあ、ほぼ4、5、6とほぼ同じ日程ですからね、台湾を楽しむというようなことを言ったら、こっちの方がずっといいですね。それで年末年始を絡めてくると、やっぱり6万円、7万円いってしまうので、まあ、僕だったらこっちを選ぶと。いうとこですね。で、これは、ピーチパターンとジェットスターパターン。これは、まあ、どっちでも同じでしょうけど、値段で決めましょうね。ピーチパターンですね。ピーチで22時05分の1時25分。それから、帰りが2時25分の6時30分と。トリップcom で選びでしょうね。45,030円というとこですね。はい。ジェットスターもほぼ同じのを出してますね。ジェットスターは22時15分の1時20分。で、2時20分と6時25分と。これまたジェットスター出てくるんじゃないかな。はいはいはい。ジェットスターで安くなるか。これが4万7000円で上がったな。4万7000円なんだけど、このサイトに入ると安くなるか。荷物をね、預けないパターンですね。にすると安くなるかというとこですね。はい、今回はスムースに出てきましたね。10日に出ます。10日の一番安いの、8時、これですね。22時、これを選びます。それで、これにしましょうね。はい。で、帰りをですね、2時20分、1月14日、火曜日の2時20分。これ選ぶと、4万5000、ちょっと2000円ぐらい安くなるかな。1600円安くなるか。45,450円。ジェットスター、まあ、好みです。もう時間もほぼ同じ。値段も、ピーチは45,030円。ジェットスターが45,400円。もうほぼ値段も同じ。まあ、これはもうどっちでも良いでしょう。それぞれの、まあ、どっちが好きということもあるかもしれませんが、直行便ですしね、両方ともね。これは問題ないと思います。選べると思います。ここじゃないかなと思うんですよ。実は今年の年末年始はね、僕の発想で言えばね、ここで、行った方が、まあ、現地も混んでないし、ゆっくりできるというようなことを考えます。たまたまね、1月はそういうふうなスケジュールになったので、ここを僕の方はお勧めします。まあ、最後にここ、まあ、この2つどっちかですね。これは、この選択しかないんじゃないかなと思いますね。この年末、この連休はね。ね、ここで、これ、
高くなってっちゃうしね、これ以上にいい時間帯ってないですね。今の運行のを見てるとね。まあ、それは好みであるかもしれないけれども、高くなってきますからね、5万円台とかね、4万円台で出してる2社、今の、こっちをお正月として選んでしまうということは僕は大ありだと思います。今年の台北はね、これを考えてみてもいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ今言ったようなことを最後にまとめてますので、まあ今年の年末年始どうやって行こうかな、まあ、台湾に行きたい方はね、参考にしてみてください。もう年末年始パターンで行くか、その次の連休パターンで行くかということが大きな選択肢になるかなと思います。今日はね、11月23日です。で、年末年始を見ています。はい、じゃあ今日はこの辺で。